おかわりください。百九十七杯目。はい、皆様こんばんは。はありがとうございます。ありがとうございます。木曜日がやってまいりました。 5月26日木曜日夜9時ですね。おかわりください。本日、えっ、ー、と、し一郎も香おりもお休みで、私、なミが一人でお送りすることになってしまいました。まあ、別にねあの、どうしようっていうこともなく、<laughs> あ,あまたかみたいな感じなんですけど、まあ、でも、えあの、ちょっと体のね、筋という筋が今、すごい痛んでるんですが。 昨日とうとうですねあのー、知ってます最近 CM であのテレビショッピングとかいろいろあるじゃないですか、はい、ピントが合いづらい人のためのサプリメント延期 <laughs> その名も「延期っていう <laughs> <laughs> それをねあのとうとうネットで注文してしまいまして今日発送されたそうです。昨日,一昨日とお休みだったんですけけどちょっと買い物とか出かけて,て なんか目が見えない目が見えないっていう思いながら歩いてたんだよねそう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 視界がずっと悪いっていうでさすがにねもう本当にこのピントが合い,合いにくい病、まあ、また飲むの,の老眼といいますがそうそうそうがううとうそ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 う,とういうなうかうそうそう眼鏡そう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 そちそっそう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  似合わないんですよ。うん,ん、あの、ねね、似合わないんです。ないです。ラーガンでラーガンで1.2ありますまだ。なんですけど近くが見えない。<laughs> 近くが見えない。そう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 だからねもうちょっとしばらくこのサプリメントに頼って生きていこうと思います。今日はこんばんは。<laughs> あこんばんはどうもはじめまして沖縄いらしたんですねよかったら喋りますわ <laughs> かりました <laughs> えっとツイキャスもいろいろ皆さんいらしておりますねトシーさんワンバンコーって中村さんもこんばんは トッシーさんは6月には200回到達そう100回もねあの確かに3人揃わなかったんだよね <laughs> だから200回もねしれーっと過ぎていくと思いますあとイミッチャさんもこんばんはってこの番組は初見ですということでいただいてますねありがとうございますこんばんはあたろすけさんもこんばんはあテントさん <laughs> ついに遠近に手を出したパーソナリティさんこんばんは次はライフリーですねって失礼な <laughs> 怖いわもう本当にねいろんなものが多分どんどん迫りくるわけですよです、ね、年を取っていくとねそうそうそう,そうこれかっておおこれかっていうのがやってくるのでねまあそれでも、あのー、心強く気を確かに生きていきたいと思いますということで今日もリクエストメッセージお待ちしております。 ではい、761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp までお待ちしておりますということでちゃんとこのツイキャスのカメラに私のグレムリンの T シャツ写ってるのね上等 <laughs> ユニクロですけどねそれも去年のですけどねはいねっかちょうどちょうど収まる感じがいいよねこんな感じかしらまあいいや 今日もちゃんとおやつを持ってやってまいりましたよ今日のおやつはでれんハッピーターン枝豆味でございます。なんかね、でもなんかこうそそるようなラインナップがコンビニになってですね、あの小池家のトースト味と牛乳味のポテトチップスまだ発売がされていないようで心待ちにしてるんですけど、なかなか。 ね、そういう日もあるさということで、でも枝豆味味のハッピーターンってちょっと美味しそうだったので買ってみました。小腹が空いてきたら食べます。小 <laughs> 腹の,のおかげで、お菓子の話ができるようになりました。え、まとめとこあるよ。おお<ー>、<laughs> ちょっと会話、会話に入れるみたいな。ああ、そんなプッチンプリンのレモン味なんか、普通に来てたら食べないもんね。<laughs> だって私の周りの人もだ誰一人食べてないもんねラジオやってなきゃ食べてないと思うもったいないもうかわいいからうんあれおいしかったなんかサワーデー食べてるみたいな多分ねあのカップの色なんですよあの黄色ひっくり返してちょっと上げてたらサワデーすですよね <laughs> <laughs> プリンは肌色ですからね言っときますけど、うん、プリンの部分はプリンですあのカラメルの部分がねレモン味でもあのカップの色は なんだ。サワサワ,サワではあそこまで黄色くないんですけど、もうイメージ的にあのつるんとしたつやちょっとつやっとした感じがね、そんな感じになってました。アリスちゃんさんもこんばんはありがとうございます。なんか今頃になってソムチャで食べたら何かが出てきた <laughs> っていうかタロスケさんテレビの話をここテレビの話をって今やってるテレビをねこのツイキャスでコメントしないように <laughs> お願いしますよ。 そうそう,そう,そうキ,ャキャリーパミュパミュス言えなかったしキャリーパミューパミューさんがもじもじくんスーツで落とし穴に昔はきょんきょんだってもじもじくん出てましたからねそうですよそうです松島菜々子だってね大ならじゃないのをやってましたからね <laughs> 多分あれから共演 NG ですよね確か。 多分そうだったと思います。よ。うん、っていうかね。もうほらえテレビテレビだって。ひどいわ。うん、まあいいですけどね。あ、テントさんからリクエストいただいてますね。あ、すごいね。ミスチルでシーソーゲーム、うん、いいですね。ないとか言わないよね。<laughs> さすがにあるでしょ。ょしね、はい、じゃあ今日の1曲目早速お送りしたいと思います。 先週おかけできなかった曲が2曲あるのでそれをちょっと順番にお届けしましょうかね。ではトッシーさんから先週いただいたリクエストで「AKB48 大声ダイヤモンド」。 今日の一曲目をお送りしましたのは。先週トッシーさんからいただいてましたリクエストですね。A. K. B. フォーティエイトで大声ダイヤモンドお送りいたしました。<laughs> みんなよく聞いてますね。あの。違うことで盛り上がってるかは聞いてないと思った。あの取り立て屋みたいな扱いになってますけど、せいきさんが。<laughs> <や> <laughs> そうですね。そしてトッシーさんからメールもいただきました。ありがとうございます。 皆さんこんばんはさあみんな楽しみにしている木曜くじのおかわりくださいが始まってますそしていよいよ来週の火曜日5月31日から AKB48 の第8回 AKB48 の総選挙の投票が始まります僕の予想の1位はサッシーの2連覇を予想しています僕ももちろん投票します18日が待ち遠しいですナーミーさんせいきさんがここ最近楽しみにしていることはありますか リクエスト nmb48 で天神姫をお願いします。ない場合はもちろんリクエストしまくります。長々と失礼しました。今日もごちそうさまでした。ということでいただいてます。いつもありがとうございます。えっとね。リクエストはね。今関さん席外してるんでね。あの取り立てに行ってるのでね。<laughs> えっと曲は後で探してもらいます。で。ここ最近楽しみにしていることということですが。そうですね。 なんか今月先週ぐらいからかなんか予定がいろいろ入ってきてましてお寿司をご馳走になる話とちょっとランチバイキングに行く話と,えと家族写真を撮ってもらう話ともう一つあったなあ小学校の,あの同級生の飲み会があるったりとかなんかそういうちょっと楽しいワクワクするようなことが。 結構続いてますかね。そして、あの今、最近で一番楽しみというか、楽しかったことはですね。先週の日曜日かな、土曜日か。ちょっと法事がありまして、あの名護の方まで行ってたんですけど、すぐ、あの。お家の近くに海があるんですね。そこで、生まれて初めて、あの、もずくを取りました。あれね、あの、もずくって、養殖とか、ね、売ってるやつとかって養殖なんですけど。海に普通に。 流れ,流れてくるっていうかなんかちょっと引いたところにね浮いてるやつをね適当に取ってちょっと食べてみたんですけどそのままいけるかなと思ってすっごいザリザリしててザリザリじゃなくてねなんかザリザリするの。でそれをちょっと面白かったんで喪服着てるのに <laughs> 浜辺で一生懸命もずくを取るっていう結構シュール内容をやってましたそしてそうそうそうそしたらあの翌日にねちょうど「海町ダイアリー」って映画。 テレビでやってたんですけどその最後のシーンがですねあの美人4姉妹が模服で海で歩いてるっていうシーンがありましてちょっとかぶったなと思って一人で笑ってたんですけど誰にも伝わらないですよねはいすいません <laughs> そうそうなんかツイキャスがね何がなんかいっぱいいっぱいなんかどういうコメントになってるかよくわからないんですけれども そうです。サザナミさんは今日一1人2人じゃなくて今日は1人ですよマスオさん今日はっていうか今日もだねテントさんなみさんの話題は食うか飲むかだなあのでもお酒飲めないんでねあの実は残念ながらなので食べるかですね食べることの方が多いかなっていう感じがします でもあのこの喪服でもずくを取るっていうのは結構シュールでで面白かったので持って帰って砂抜きちゃんとして食べようと思ったらなんかその法子で使うおつゆが足りなくなったからこうおすましに入れるとかってなって <laughs> 結局一口もちゃんとしたものを食べられないまま終わってしまいましたなので今度またねね何か皆さんももし楽しみにしていることとかあれば。 ぜぜひぜひ教えてくださいあとリクエストもお待ちしておりますのでねよろしくお願いしますそして正輝さんが帰ってこないんだよね取り立てに行ったからボコボコにされたかな適当に言っちゃって <laughs> モスクでも服でもずくってそんなんじゃないですよあっ太郎介さんがテレビ離れたのかなリクエストすべキャリーパミューパミューファッションモンスターお願いって ファッションになってますよ珍しくタロスケさん <laughs> これも帰ってきたら探してもらいましょうあそうだもう一個楽しみなのがあったなんか大学の時の友達と多分朝までおしゃべりをする会っていうのが多分今週末に開催されるので珍しくねあの珍しくっていうか結構この年になって朝まで ね、先物まずに喋るっていうのってないと思うんですけど一回やったんですよね夜8時ぐらいに集合して朝ファミレスで日があの日が昇ってくるのを見るっていうそれもなんかすごい食べたり飲んだりというよりも最後の方はみんなさ湯を飲むっていうね <laughs> 超シュールな絵なんですけどなんかそういう回が今週末。 開催されるのでそれは楽しみにしてますそう本当に10時間耐久とか多分それぐらいのレベルだねまあね女性はおしゃべりですからいろいろあるんですよきっと皆さんねたまりにたまったお話がそして聖輝さんが帰ってこないんだよね大丈夫かな連行されたかなはいあそうだそうだ 1そう一人なのでねまあ関さんいなかったら曲も探せないので曲も私かけられないのでちょっとどうしたらいいか分からないですけど「<laughs> な、ミさんが歌えば?」ってあの熱唱してきましたよ車の中で今日ですなのでもう1曲歌ったのでもう満足です <laughs> 小座に警察がとかさっき救急車は通ってましたけどねそれはないと思いますたまにね歌ったと思えばね南の陽子のものまね付きのやつとか歌ったりするんでね多分誰も分からないような感じになるとは思います帰ってきた, <laughs> た,た <laughs> ああサミットだから警察来てんじゃねみたいな感じになってますようん あなんか優しいソムチャイのメニューはって質問してくれるということで何でしたっけインゲンとゴーヤーのあインゲンとゴーヤー入りチリペーストスタミナ炒めですうんあれはね美味しかったですよ相変わらず美味しかったですソムチャイでも来週ソムチャイ休みなんでもし行こうと思ってる方いましたら来週は休みなので気をつけてくださいねということで曲 お届けしましょうかね2曲目先週これ誰がリクエストしてくれたんだろうちょっとごめんなさい書きそびれているのでわからないんですが2曲目お送りしたいと思いますローリングストーンズでスタートミー 先週テント頑張るお会さんからリクエストいただいておりましたローリングストーンズでスタートミーアップをお送りいたしました名乗ってくれてありがとうございます今日は忘れずに全部書いてますので大丈夫ですよありがとうございますそ,そうそうとかマスオさんがねずっとこれがねあのその辺で売ってると思ってうさぎの耳みたいにそこら辺で買えるものじゃないのでちゃんと長谷川町子美術館で あ美術館監修のサザ,展サザエさん45周年記念のサザエさん展という全国巡回のこのイベントでしか手に入らないというやつでしたねということですなんかトッシーさんなんか急に外れてきたな土屋アンナの曲をリクエストしてきてますが<ん>土屋アンナの曲なんて FM コザのライブラリーにあるんですかいやないと思いますけどちょっと見てみましょうはいよろしくお願いします なんか。ありがとうは結局あったんですか。すはあ、やっぱり。い探せないあ<ー>ないあ,あ。井上陽水だったら。井上陽水、奥田民生だった気がします。はい、<laughs> 土屋アンナはないそうですとしさん。ん天神姫もないけどね。うどうでしょう。 どうでしょうどうでしょうな,しないって FM 講座大丈夫かな心配だなということでない,ないはないないに爽やかな曲を聴いてもらいましょうかねはいじゃあ「テントを頑張るおかいさん」からいただいたリクエストで「m r ター i l d r e でシーソーゲーム」。 はい、お届けしましたのは「テントを頑張ろうかいさん」からのリクエストで m r ターチルドレンシーソーゲームをお送りいたしましたでね、あのー、もうおやつタイム始まっておりますが勝手にハッピーターン40周年のげ40年目の記念,記念商品限定商品え,ーえ <laughs> 誰か抜いてんじゃない消してんじゃない <laughs> 結構最近おかしいんですよこれ<ー>勝手にバージョンアップされたりとかあ働くことがありましたねあヒゲトボインは行方不明あのそう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 た遊びに行ったんだねきっと、うん、アピタンの枝豆味,味ですよ要はでなんか緑色のパウダーがこの なんでしたこの溝ハッピーパウダーが溜まる溝のところに入ってるちょっと薄,薄緑色みたいなちょっと気持ち悪い色になってますけど <laughs> あのしょっぱいんで普通においしいですただねハッピー普通のハッピーパウダーがついたハッピーターンには負けるかなっていう感じででもあの普通にちっちゃい袋ですし、うん、ちょっとちょっと食べてみようかなっていうぐらいだったらいいんじゃないでしょうか。 っていうあまり気乗りの,の気乗りのしないコメントで終了させていただきたいと思います。じゃあ曲かけてもらいましょうかね。じゃあ続けて曲お聞きいただきたいと思います。じゃあこれ気をつけて言わないといけないんだよね。タロスケさんからのリクエストでキャリーパミューパミューファッションモンスター。 はい、お送りしましたのは「キャリーパミューパミュー」でファッションモンスターでございましたうん最後食べ全て食べ終わった後にちょっとあの青い豆みたいな味が残るような感じでしたねごちそうさまでした <laughs> そうで先週からずっとあの気になっていたマクドナルドの夏甘夏シェイクだったっけ夏みかんシェイクだっけ まあいいやどっちでもね飲んだんですよまさかのあのあの駄菓子屋の粉のジュース分かりますストローですやつあれのみかんの味 <laughs> <laughs> 分かるかな、えー、あのねなんかね何て言うんだろう酸味が全くないみかんな感じでうんあの粉の味 うんなんか結構辛いなっていう <laughs> <laughs> ああまさかここまでとはっていうねいだうんまだねやっぱ無荷重で頑張ってるファンターすげえなっていう,うねちゃんとオレンジだしちゃんとシークワーサーだしちゃんとグレープだしっていうその辺がね確かにグレープ味の味ですよね知ってる知ってる。 あの昔あの風船ガムって今あんまり見ないじゃないですか多分ハイチュウとかが出てきた時から多分あんまりないと思うんですけど雨で包まれたたガムがあったのわかりますそれの,あのブドウ味のガムがすごい好きだったのを今思い出しました。<laughs> <laughs> なでガリガリ,リジャリジャリって言ってガムを出すって。

黄金糖とあと昔紅茶の飴があったの分かりますかカティ・サークあれはなぜ復活しないんでしょうか黄金糖実は売ってるんですよ,ですよ、ね、うんなかなか頑張ってると思いますさあ曲あと2曲ぐらいはかけられるのかなどうなのかな、うん マスオさんからはユニコーンの曲を2曲いただいてるんですがまあ、2曲ともかけるとユニコーンユニコーンになっちゃうのでどっちにしようかなヒゲとボインにしようかなじゃあマスオさんからのリクエストでユニコーンヒゲとボインをお聞きくださいどうぞ CM 前にお送りした曲は「ユニコーンでヒゲとボイン」でございましたありがとうございますねトシーさんは頑張ってねリクエスト送ってきてますけど結構ねバッサバサと切りつけられております頑張ってくださいあと1曲ってかけられますかねおっどうしようかなまあねあの AKB の曲にしようかなトシーさん曲 トシさんのリクエストではないけれどもいろいろなかったのでちょっと同情してということで <laughs> 久しぶりに私もこの曲聴いてみたいので AKB48 の曲を今日の最後の曲にしてみたいと思いますよ。AKB48 で リクエストをお届けしましたのは AKB48 で「エブリデイカチューシャ」でございました何を歌ってるか全く分かりませんがんかアイドルの曲みたいでちょっと楽しいですよねこの曲ね振り付けとかも全然分からないですけどなんかちょっと首を振りたくなるような感じですそうそうんで AB なんだろうねあれあれ絶対そうですよね秋元先生ねということでメッセージメールを1通頂いておりますのでご紹介したいと思います ラジオネーム鉄拳ちんみんさんからいただきましたナミさんこんばんは通拝権を出すときに大事な左足があまりにも筋肉がないため通拝権がいつまで経っても出せません通拝権ができるように応援お願いしますナミさんは何か出せますか頑張れもうそれだけですそれそれが大体何かが分かってないからねまああのまず筋肉つけましょう <laughs> 何か出せますかって食べ過ぎたらなんかちょっと出そうになりますけど <laughs> それは違うそれは違うそうですね技も特に繰り出せませんし何でしょう何かじゃあ何か出せるように頑張ってみます来週までに、まあ、覚えてないと思いますけど。<laughs> 通廃券ってネットで探したら何か出てきますかね動画で覚えてた <laughs> 覚えてたらあのー、検索してみたいと思います一応メモっとこう通すに背中の背に拳えー、漢字がよく分からない <laughs> ダメだめだ漢字書かないと本当と分からなくなりますね決まった困った困った さあもうなんだかんだと1時間が経とうとしております今日もぐだぐだでございましたねでも皆さんのレメスリクエストメッセージたくさんありがとうございました来週ね3人揃うといいんですけれどもまだどうか分かりませんがまた来週もどうぞお聴きくださいでは行きますよまた来週も聴いてくださいじゃんけんぽい、はいはい